若い女性の皆様から皆さんにぜひこのテーマでお話をしてもらいたいというものを預かってまいりました。困窮女性に対する公明党の取り組みについてお伺いします。はい、ありがとうございます。実は地域女性活躍推進交付金というこういう予算が今計上されてまして、これは令和2年度も確か1億5000万、さらにですね、この新型コロナウイルスの感染対策の中でさらに補正予算でいくつか上乗せしています。で、令和3年度予算も1億5000万ついてるんですけども、この中でですね、例えば今女性の活躍、デジタル社会の中での女性の人材確保ですとか、それから女性の管理職役員の登用、それから新型コロナウイルス感染対策だけじゃないですけども、さまざまな困難で女性がご苦労されている、そういう女性に寄り添っていく、自立支援ですとか就業支援ですとか、それからつながりサポートというのもありましてですね、特にこれは新しい政策ですけども、 NPO 法人の方々の知見を生かして、そこからいろんな政策を練り上げようということで、アウトリーチ型の相談ですとか居場所を確保していく、それから女性用品、生理用品なども提供していくということで、今特にこの女性の生理用品については、この地域女性活躍推進交付金予算を使って、この生理用品の全国で無償配布が広がっている、こういうことが今進められてますね。今この女性用品に関しまして、トイレであるとか公共の機関なんかにもトイレットペーパーと同じようにぜひ配備をという声もございます。稲田さんはこういうことに対してはどのようにお考え？これはもうぜひね、進めていくべきだと思ってますし、今し方のこの女性活躍推進交付金などをもう少し拡充しながらね、そうした手立ても講じていきたいと思ってまして、例えばその今でも東京の豊島区、これは私が実は学生時代住んでいた池袋周辺ですけども、世界一人口密度が高いと言われてでここではですね、3月15日から防災用の備品からこの生理用品を無償配布していると、こういうこともありまして、多分北海道でもいくつかやられてると思うんですけども、そうしたことも実例を挙げながらね、この政策予算を広めていきたいと思ってます。もう今聞いている女性の皆さん、本当に心強く思ってくださったんじゃないかなというふうに思います。この地域女性活躍推進交付金についてですが、公明党北海道本部女性局、女性議員が、先頭に立って、この申請を進めるように頑張ってまいりました。結果は、北海道、札幌をはじめ、市は6つの市、そして4つの町が申請をすることができました、でこれがいよいよこの後いろんな事業に生かされていくわけですけれども、この北海道で11箇所のこの申請というのはどのように考えますか？決して多くないですよね、もっと広めていかなきゃいけないんですけども、そのための周知を、しっかり手立てを打っていく、ですから先ほどの事例ですとかね、それから、この女性活躍推進交付金使えるんですよということをね、もっとやはり国としてもね、周知をすることに進めていきたいと思います。そうですか、ありがとうございます。じゃあ今後第2弾とかそういったものはどんな様子ですか？これはまず一つは、令和3年度の予算をしっかり確保したってのありますけれども、また補正予算なども出てくる場合にはぜひこれも予算確保していきたい、ぜひ頑張っていきたいと思います。ありがとうございます、ここまで応援してくださるっていうのに本当にもう感謝があふれますけれども、私たちもそういう現場の声を大切にしながら、ぜひそういう国の政策もしっかり生かしていきたいと思います、